マキとリコの連弾か。すごいことになりそう。リチ、嬉しそうやね。今度の発表会のこと考えてたの？そうなの。二人が一緒にピアノを弾くところが見られるなんて本当に嬉しくて。うちも予定がなければ応援に行けたのにな。エリチ、うちの分まで二人を応援してきてね。もちろん。そういえば、発表会の後に何か送った方がいいんじゃない？もう考えてる？かすみと一緒にマキへのプレゼントを送る予定なの。まだ何にするかは決めていないのだけど、何がいいかしら。花束とか記念になるようなものとか？そうね。じゃあ自分のことを思い出してみたらどう？エリチ自身がもらって嬉しかったものってある？私がもらって嬉しかったもの、バレエの発表会でもらった花束かしら。素敵やね。誰にもらったん？発表会を見に来てくれたおばあさまにもらったの。私にぴったりだからって水色のバラを選んでくれて。お花、嬉しかったな。おばあさまと一緒に写真も撮って、今でも大切に撮ってあるの。お花が嬉しかったのか、おばあさまの優しい気持ちが嬉しかったのか、どっちだったのかしら。きっとそれは両方じゃないか。そっか、そうよね。おばあさまの気持ちのこもったお花だったんだものね。私もマキに花束を贈ろうかしら。かすみと相談してマキに似合う花を選びたいわ。うんうん、きっとマキちゃんも喜ぶと思うな。ありがとう、のぞみ。発表会に行く前にもう一つ楽しみが増えたわ。もちろん、のぞみの分までいっぱい応援してくるから安心してね。エリチの思いがそれだけ強いなら、マキちゃんとリコちゃんの発表会も安心やね。